Give me a talking about a nut on my head. Ram. あとですね、コール&レスポンスとかありますので、ちょっと注意お願いしましょう。
たまたまですね。ダニー・ハサウェイトリビュートバンドを最高のバンドとしてやらせていただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、まあこんな感じでですね、まあ、僕たちが再現したかったのはあの1972年に、ね、リリースされたダニー・ハサウェイのライブというライブ音源ですねを、何曲かチョイスしてそれを再現しようというコンセプトで立ち上がったバンドが、このバンドになります。今みたいな感じでですね、コール&レスポンスだったりこうコーラスの部分でも、まあ、曲によっては歌詞をサビを歌ってもらっても、ね、知ってる人はガンガンやってもらって構いませんので、ぜひこう、ね、我々のモチベーションを支えるという意味でもこう、ね、しっかり、ね、お願いします。あと今ファッツゴーインオンとザ・ゲートという曲を2曲やったんですけど、このあと3曲続けて、ジェラス・ガイと、リドル・ゲート・ボーイとあと、Everything is Everything っていうあの本当は普通に曲があるんですけど、インストバージョンで最後に収録されている曲を、続けて3曲やりたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。よろしくお願いします。
to face responsibility. Thank you.
の発案者誰だか覚えてますね。それではみんなで合わせて一緒に名前呼んでみましょう。せーのでいきましょう。
いかがでしょうか。ダニー・ハサウェイ初めて聞いたよって方もね、こうすごいあのアルバムが好きだっていう方も、まあ、一緒に楽しめたらいいのかなと思って、まあ、数ある名曲いっぱい、もう全部最初から最後まで全部いいというか、もうね、一度かけたら止められないような、そんなアルバムです。皆さんぜひこうダニー・ハサウェイのライブ覚えて帰っていただければいいかなと思います。ということでですね、あ、物販を持ってくる人の曲はい、ということで、まあ、残すところあと1曲ということでですね、あと1曲、その曲が、この企画の名前にもなってます You Got a Friend というキャロル・キングの曲を、ダニー・ハサウェイがカバーした曲ということで、まあ先ほど1バンド目でこの企画の由来は何だと後で話すみたいなこと言ってましたけど、目についた曲がこれだったのでこれにしました。それだけですということでですね、 あんまり喋りが得意じゃないのでね、What's going on? What's going on? まあこのね、この最後の1曲を楽しんで、ね、いただければいいかなと思います。もしよろしければその後にね、練習しちゃいますね。あ、何ですか。あ、歌の練習します。皆さんこのダニー・ハサウェイのアルバムね、 You Got a Friend、 曲のほとんどね、ボーカルのダニー・ハサウェイ歌ってないっていう、サビはほとんどお客さんが歌うと、A メロだけ歌って You Just、 いや、サビ歌わないんかい。本当にサビ歌わないんですよ。お客さんすごいんですけど、なんかライブのその熱量的にお客さんがもう絶叫するぐらいの勢いでもうメロディーラック歌っちゃうんですね。もうそれをダニー・ハサウェイ分かってるもんだからなんかみたいな感じなんかこれ聞いてみてくださいね。で、そのお客さんをね、お客さんね、やってほしいな、ね、ぜひね、うん、音程とか大丈夫だからもう全然、今 Google の、 タスク検索バーにダニー・ハサウェイ夕方フレンド歌詞って言ってくれればすぐ出てくるんで、すぐ出てくる、お願いしま す, すごい。いや調べさせるお手数おかけします。最後の曲なんでぜひ皆さんも一緒に歌いましょうということで、準備の方どうはいかがでしょう。僕がマイク外した、あ、歌うとこだな。知ってる方はガンガン歌ってください。わかんなかったら、わかんねえ、もうわかんねえやってなったら、うーとかやってください。大丈夫です。それでも全然、この温かい気持ち受け取って。もう鼻歌で大丈夫。鼻歌で大丈夫。じゃあ、そういうことで最後の一曲を、You Got a Friend、楽しんでいただけるといいです。お聴きください。You Got a Friend、ありがとうございました。Thank you.
曲いただいたんで、なるべくこうみんながどっかで聴いたことのあるような曲ということで、さあ頑張った結果、季節外れなんですけど、めちゃくちゃクリスマスソングやります。This Christmas っていう曲、皆さんご存知ですか？あの桜とかでもこう歩いてるとめちゃくちゃアレンジの効いた This Christmas とか流れてるんで、今日ここで聴いて、そのあもしかしたら来年のクリスマスに聴いてるかもしれない。あ、俺この曲知ってるわ。ダーニングファソルだ。いいよねこれ。オレンジ、あ、ちょっとアレンジ違うね。やれるんで、やれちゃう。もうとってもパンピーな感じの曲なんで、ぜひ。パンピー？パンピーじゃない。やります、やります、本当にありがとうございました。